源氏物語源氏物語の登場人物雲井の狩り雲井の狩りは紫式部の物語源氏物語に登場する架空の人物。雲井の狩りという名前は本文中には現れず夕霧と引き離された心情を雲井の狩りも我が元やと口ずさんだ少女牧のエピソードにちなみ後世の人が名付けたもの。第39条。 夕霧夕霧から手紙を奪い取ろうとする、雲井の仮頭中将の娘。母は早くに離縁し、あぜち大納言の北の方となっており、祖母に当たる大宮の三条殿で、同じく、大宮を祖母に持つ光る源氏の子、夕霧と共に老い越され、やがて愛し合うようになる。娘時代はおっとりとして、恥ずかしがり屋であった。冷静帝のおよ、次女の古貴伝女子が、 西宮に王子との立候補争いに敗れたことから、内大臣は三女久蛛の狩りに希望を託して、東宮妃にと望むが、夕霧との恋愛関係を尻激怒。久蛛の狩りを辞定に引き取って二人の仲を引き裂く。大宮からは、ことの手ほどきを受けていたが、この別離がきっかけで十分な稽古ができなくなってしまう。夕霧とはその後も、文を交わし合い続ける、創始相愛の関係が続く。 六年余りを経て、内大臣は、雲井の狩りと夕霧の結婚を許し、晴れて夫婦となった二人は、三条殿で幸福な新婚生活を送る。夕霧の北の方となり、多くの子を儲けた雲井の狩りは、富士天寺の他はほとんど愛人も作らない、真面目な夫に、安心しきった生活を送っていた。しかしその世帯じみた風情も何もない生活から、夕霧は、 次第に、柏木の未亡人、落葉の宮へ心を寄せるようになる。それを知った雲井の狩りは、寝たふりをしたり、手紙を奪い取って、隠したりと、嫉妬した様子を見せる。なお、夕霧は起こった雲井の狩りの様子に、より一層の愛らしさを感じている。しかし、夕霧が、ついに落葉の宮と、夫婦関係に至ったと知ると、幼い子供たちと共に、 ジップのうち大臣邸に別居してしまう。また、この際、あまり好意を抱いていなかった富士天寺から同情の手紙を受け取り、返事を出している。結局、夕霧は落葉の宮を正式に妻に迎え、その後は三条殿に住む、雲井の狩りと、六条院に移居した落葉の宮を1日置きに交互に通うようになった。また、雲井の狩りの娘である長女は、東牛日に、 次女は二宮の日となっている。その後の消息はあまり伝わらず、竹川で、夫の夕霧と共に、息子の倉人少々の恋を成就させようと世話を焼く、様子が描かれているのが最後である。ありがとうございます。